せーの、ビヨンズです。今からビヨンムク会を始めます。イエーイ。それでは今回のルールを説明していきます。今回は地下鉄アメノモリ川海シーズニングスの3チームに分かれて団体戦を1回、そして個人戦を1回行います。それぞれ考えた1個を先生に採点していただき、合計点数を競っていきます。団体戦で得た点数も個人の点数としてカウントされますので、団体戦も個人戦も頑張ってまいりましょう。はい、はいはい、そして最終的な合計点数を出して得点が高い上位3名にはなんと、おおビヨーズ丸2の発売イベントに出演していただける券が与えられます。はい、はい、前回はね一人で、はい、私が出演しましたけれども、はい、今回は3人出演できるということでね、頑張っていきたいなと思います。そしてですね、今回読むテーマは箱に入ったお題の中から引いていただきます。こちらの箱ですね。じゃあそのお題を引く人を決めたいと思うんですけど、個人戦とね団体戦があるので2人引くわけなんですけど、ビヨンズにはあの8月生まれが3人いらっしゃいますよね。せっかくだからあの8月生まれの中から引いていただきたいなと思うので、じゃんけんしますか。じゃあじゃんけんで。おいけいけ。せーの、最初はグー、じゃんけんぽん、あいこでしょ、イエーイ。おー、一人勝ち。おー、勝ち。最初はグー、じゃんけんぽん。おー、やったー。だから、1ヶ月の2人が引くということで、じゃあまずはリカから引いていきましょうか。はい、これ大事よね、結構団体戦の、団体戦のやりやすいね。頼んだ。じゃあこれで、おお、こういう感じだろう。ドキドキ、これもいきます。じゃじゃーん。あー、いいじゃん。あー、あー、いい。はい、ということでですね、団体戦のテーマは愛ということに決定いたしました。さあ、そしてですね、今回のこの句会を採点していただく先生をお呼びしたいと思います。こちらの方です、どうぞ。はい、全日本声優協会副理事長、麗澤大学講師江端哲夫先生です。はい、よろしくお願いします。皆さん、はじめまして。はじめまして。江端と言います。よろしくお願いします。今日は五七五のイベントがあるということで、はい、暑い中ですけど頑張って私も来ました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは団体戦テーマは愛、シンキングタイムスタート。愛といえばビヨンズ。なるほど、ビヨンズ。はい、行かなくて美しいものです。溢れ出す気持ちで。愛を届けた気持ち。溢れ出るこの気持ち。本物よ。偽物感出てくれる。本物感出てくれる。うっすいな。なんてこと言うの。
て私たち雨の森の句はですねこちらです。ビヨーンズ溢れる気持ち止められない。はい、そしてシーズニングスの句はこちらです。飛び越えてここに集まる熱い愛。それでは各チームの句に込められた思いなどをね紹介していただけたらなと思います。まずは地下鉄から。はい、はい、私たちのね、何でしょう、何だった。まあ、まずいつまでも深く愛してっていうのは、あの地下鉄の楽曲に東映大江戸線の六本木駅で抱きしめてっていう楽曲があるんですけど、その楽曲のセリフにあの西田しおりちゃんがあのね言うじゃないですか、はい、私のことも深く愛してねというセリフから取りました。撮ってまして、はい、まあ、その後の地獄までっていうのは、それはその、はい、愛ってやっぱり深さで例えるじゃないですか。あ、それで最も深い場所ってどこだろうなって思った時に地獄だって思った。すごい。思い合いでも、思い合いで私たちのことを愛してねっていう意味を込めて地獄までにしました。最初は私たちだったんですね。ちょっとインパクトないなって思って、なんかインパクトのあるフレーズをって思った時に、もう最後ね、一番最後、あ、地獄って言って、そんなことあるかい、忘れられないし、という感じでございます。インパクトないです。先生いかがでしょうか。その前にちょっと全体的なことを申し上げてよろしいでしょうか。はい、シンキングタイムは3分、はい、難しかったんじゃないの。難しかったですね。あっという間に時間が、あのポエムを作るっていうのはね難しいんですよ。日頃からふつふつとね湧いてくるものがないといけないし、まして団体戦ですからね。まあ、私は先ほどご紹介いただきましたように全日本川柳協会なんですが、五七五っていうのは、で大事なのは二つあって、一つは心、もう一つは言葉、心と言葉がうまくミックスするといいポエムになるんです。そういう意味で、いつまでも深く、これがいいね。深く愛して、そして、見え消しになってますが、私たちだったんですけど、後で順位は言いますけど、もう私たちだったら、あ、これはダメだなと思って。さっき言ったでしょ、心と心と、はい、言葉ということで、この言葉に実はオリジナリティがということでございます。順位の発表は後で。はい、さあ続いて、はい、私たち雨の森川海なんですけれども、はい、まあ、そうね、3分でまとめるには人が多かったかなと思いましたけれども、そうですね、なんですけど、でも愛っていうテーマで話し始めた時に一番最初にビヨーンズっていうワードが出てきたんですよ、うん、いや、なんか愛という言葉で最初にグループ名が出てきたことが嬉しくて、私個人的にビヨーンズを入れたくて、うんうんうん、でその後はもう頑張って出てきたワードたちをこう繋いで繋いでいろいろ出てきて、ね、そう、本当に私の殴り書きのメモを見ていただきたいぐらい、もうこんなにもいろいろ出まして、ここにも書ききれてないものもあって、うん、もう最後の最後、クルミンがね、ほぼ作ってくれたから私たちが言葉出して、なかなか難しいなと思いましたけれども、でもこうビヨーンズ内でもこう大好き通り越して愛してるみたいなのを最近言い合ったりしてるぐらい、こう自分たちのグループが大好きな愛してるこうメンバーたちなので、愛というワードでこんな一句にしました。先生どうでしょうか。
はい、正直に言っていただきました、はい、非常に難しかったです、ね、しかも3分間で団体こうね、はい、個性ある人をまとめるということは難しかったというふうに思います、はい、それからさっき大事なの2つあるって言いましたね。一つは何だっけ？心。心ね。もう一つは。早い早い。そうですね。優秀だね。でね、もう溢れる気持ちっていうのが、ビヨーズを入れたいってことも含めてですね、ひしひしと伝わる。そこは大いに褒めたいというふうに思います。で、念のためにっていうかね、これからのためにね、ビヨーズがますます発展するためにですね、これからのためにあえて申し上げると、はい、だんだん大人になるとその溢れる気持ちをあえて言わない。これが日本文化なんです。大人の愛に近づくための一歩です、この子は。はい、頑張りましょう。はい、はい、続いてシーズニングスの句を、説明していきたいと思うんですけれども、まず私たちも愛っていう言葉から連想して、で、まあ、熱いだとかで、やっぱりその私たちビヨンズは12人こう本当に何だろうな、経歴というか今まで何年やってきたとか本当に全く違う中で集まってきたっていうので、それを入れたくて中七にここに集まるって入れて、で最初の5文字が最初はなんだっけ、時を超えっていうのを入れてたんですけど、ちょっとビヨンズっぽさもないかったですし、まあ、ちょっと唐突だよねってことになったので、年齢とかさ、経歴とか関係なく飛び越えてっていうのとか、ビヨンズっていう、こうビヨン、うん、ビヨンドっていうそもそもの単語の意味とか、そのビヨンズはアイドルの概念を飛び越えてとかそういう意味があるので、まあ、飛び越えてここに集まる、うん、そして熱いっていうのは、まあそのビヨンズの楽曲に熱いっていう曲がありまして、そこにか、まあ、かけつつやりました。はい、今サックの背景をね、説明していただきました。で、飛び越えて、で最初これ発案って言うんですか、最初に頭に浮かんだのは時を越えだったと、はい、でこれだと狭くなるということで飛び越えていいです。で時を越えだと時間あるいは、時ね、タイムだけということになりますから、さまざまなことを飛び越えてってどうなったかね、おっしゃいましたけど、それで結構です。ね、日本語っていうのは、あるいは日本文化ってさっきちょっと言いましたけど、含みがあるのがいいんです、あからさまに言わない、ね、外国人はすぐね、やたら I love you って言うんですけどI love you を言わないで love を言う、そういう意味で飛び越えていいですね。なるほど。それでは先生、順位発表お願いします。お願いします。はい、これ3位から発表しろということなんですが、はい、結構つらいですね。もう採点も迷うし、それからいい点はいっぱいあるしね、それから直してほしい点もいっぱいあるし、まあ、そういう意味では迷いに迷ったんですが、もうあえてもう言っちゃいます。3位ごめんなさい、これです。先ほど言いましたように、溢れる気持ちはよくわかりました。でこの後大人の愛にこれから進んでいきましょう。ごめんね。伸びしろがあるということで、いい言葉。続いて2位。お、はい、2位こちらです。飛び越えてここに集まる熱いという。でこの飛び越えてということでですね、先ほど、こことここのちょっとした違いですね、と
ということでですね、順位をつけさせていただきました。はい、お許しくださいね。じゃあ1位はおおね、なんとこのくらい。この句が一番可能性があるというか、大体ここひらがなで書いてるっていうのがね、かわいいし、まあこれから未来に羽ばたくですね、ビヨーンズにふさわしい愛の句だと思います。読みましょう。いつまでも深く愛して地獄まで、この下五の転換が非常に面白かった。おめでとうございます。すごい、すごい。はい、なんと地下鉄の区が1位をいただけたということで、私がもともと私たちって言ってたんですよ、最後の。でもそれをもうすか終わるタイムが終わる寸前に島倉梨花ちゃんが地獄ってもう言ってくれたおかげなので、本当に島倉様様です。私たちだとダメって言ってたもんね、うん、そうそうそう、うん、私たちだと3位だった。そう、お願いしたです。すごい、一言でね、いい選択だったね。じゃあ続いて、アデスチャメノオリカワミですけど、はい、どうでしたか。いやでもクルミンがめっちゃ上手にまとめてくれた。ありがとうございます。じゃあね、難しいって、ミンたちだけだったら難しいって、本当にありがとう。575じゃ収まってなかった。いやでもやっぱ精神年齢の低さ出てたな。まあこれから大人になってくる。そう、これから大人になって伸びしろなんで大丈夫だよ。はい、シーズニングさん惜しくも2位ということで、どうでしたか。そうですね、みんな勝っちゃう、みんな勝っちゃう。よかったね、よかったね。なんかやっぱりこうね、あえてこう言わないとかね、ちょっとやっぱり私たちみんな二十歳を超えておりますので、そういうところを出せたし、あとアドバイスもしっかりいただけたので、みんな次の個人戦に生かしたいですね。はい、はい、